かなり激しい雨の報告いただき始めました、ね、そうですね、東京の方でも雨雲少し発達をしてきています、はいはい、雨雲レーダーの詳しい方で見てみたいと思います、はいはい、9時30分現在の雨雲の様子です。中部地方、長野県の方から進んできた雨雲が関東平野に入って少し発達をしてきている状況です。過去30分の状況を見てみますと、もともとはこの緑色、一部黄色といったくらいの雨雲だったんですけれども、上空の気圧の谷とタイミングを合わせて現在少し発達をしてきました、はい、積乱雲といったタイプのものではないんですけれども、うん、まあ、1時間で10ミリから20ミリぐらいの雨を降らせる、まあ、強い雨を降らせる強さにまで発達をしています。今後の予想の動きですけれども、全般にはおおむね東の方へと進んでいきますので、このあと千葉県の北西部や、茨城県の南部、この方面で雨の降り方は強まる可能性があります。でまた、その後ろ側に伸びている部分もですね、引き続き長野県の南部から近畿地方の北部の方へと連なっています。こちらの方でも全体にこれ少し南下していく動き方もしていくと思いますので、これからお昼過ぎ午後3時前ぐらいにかけて雨の強まりに注意をしていただければと思います。